こんにちはジュディーです今日はマスクをかけたままでお話を最初にしようと思ったのは実はこれが主役なんですね。えー、顔が半分隠れてる隠れてるっていうことは見えないってことですよね。で一番怖いのが口角が下がっちゃうこれ私自分で発見しちゃったんですよ。Welcome! <laughs> スカートあミニスカートを履いている時代からパンタロンが流行りましたでパンンタロンになった途端緊張がなくなっちゃって足の置き方も何もかんもがもうダラダラで足自体に緊張感がないんでこうキュッといいつもななってないんですねで足が綺麗に見えるためには時々タイトスカート履いたりミニスカート履いたりをすることはすごく大切なことなんですね。さて そうすると顔どうなっちゃってるんだろう実は見えないっていうことは人間がここもね緊張してないのだから笑顔もおかしいで一番怖いのが口角が下がっちゃうこれを私自分で発見しちゃったんですよあのこの間自分のもう撮るわねはっ、えー、自撮りをしましたそしてびっくりしたことが自分の自撮りをした時の顔が 歯が見えてないこれ笑っている時のは歯が見えてない歯が見えてないイコール全部下がってるっていうことですよね。それでいやコロナになる前の写真見たらピッてちゃんと上がってるのこれを見ていかんこれはもう老婆の顔にどんどんなっちゃうぞと思いましてあることを始めました。口口角角筋筋運動、ね、筋運動動いうのは ここ上上げるだけででは上がらないんです皆さんここ上げましょうって言ったら口を上げてここだけ上げましょうって言ってるんだけどもう一箇所上げらなきゃいけないところなのそれはね鼻のすぐ下ここここに緊張感を持たせると歯,茎歯がキシッて見えるそれって何っていうと「うーん」ってやるの「うーん」って上げてそれでここも上げるの。う 全部ここが上が上るんですよその時ここがねギュッて上がってここもギュッて上がるそうするといいですか今「うん」ってやる前の笑顔でその次にこれを「ってやった後の笑顔歯が見えるでしょこれが普通にならなきゃいけないんですよ。歯がちゃんと見えているということは口角が上がってるっていうことなんですね。 だからどういうふうにやるかっていうともうあの自分で必ず毎日行くところってどこですかっていう朝起きたらお顔洗ってそして用を済ませて出かけますね用を済ませる時に自分の個室ですからどんな顔したって構わないじゃないですかその時にここをここを寄せるここを寄せるっていう上に上げるっていう。もう いや、ここは言らない方がいいわね10秒10秒そうするとね、ここもねあ、筋肉運動したって感じがするんですよで笑うと、鼻でわかりますこれやりましょうあの、無意識にこの人たち 絶対やらななきゃいけないけこの人たちってマスクは絶対やらなきゃいけないんだけどついついこすれるからあんまり顔の下を動かさないだって乾燥するし擦れるとかゆくなっちゃいますよねでもだから外した時にその分をやっとかなきゃいけないそれが一日これを朝10回お昼ご飯行った時に10回夜寝る前に10回計30回やってると1週間もするとう顔が変わりますね戻ってきます前の笑顔が。 やってみましょうマスク外して一人の時の広角筋運動というわけでえ今日はマスクの下から美人を産みましょうお話ししました今日もご視聴ありがとうございましたそれではこれまたあの登録してくださいね次回お会いしましょういやここは言わない方がいいわね 10秒で笑うと歯が出る。これやりましょう。